お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はみちるんさとこワンマンライブでございました。ありがとうございます。みちるんさとこさんのお二人は京都でのライブっていうのは何回目かですか？京都はね、2回目。うん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 、もう自分らのことがもうよく分かる。結成したかとかも分かる。あ、なるほど、はい、ね、もうこのお二人でもご縁というかね、はい、っていうのは深いお二人ですよね。もうね、あの京都町内会バンドです。うん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 、ね、なるほどなるほど、はい、母体は京都町内、そこからまあ派生してみたいな感じですかね。女子部と言われて、はい、ああいいですね、いいですね。女子というのは婦人部というそうなんですね。ね、今日もたくさんねお客さん来ていただきましたけれども、ね、なんかどうでしたか、なんかこのライブやってみて。いやー、あの正直ね、うん、やっぱりめっちゃ緊張しましたけど、あの中3の時の初めて の、 あの文化祭ぐらいの時々で、うん、はい、ドキドキしましたよね。いろんなとこも間違ったし、足も飛んだけど、でもなんやろ、すごく楽しかったですね。あ、そうですよね。なんやろこの楽しさはと。ね、今日なんかね、一番伝えたかったことみたいなことって、すいません、めっちゃ突然聞いてますけど。いや、私も本当に感謝です。あー、なるほど、ね、私はね、伝えたかったことっていうか、もうね、うんうん、あのね、うん、なんだろう、こう言ったらあれですけど、本気。あー、正直な本気な気持ちで、今のこの気分、本当に思ってること、本当に思ってることを今歌う、歌っていうところにそれを出そう。なるほど。っていう部分は結構できたかなと思います。うんうんうん、めっちゃ間違ったけど。ね、なんか MC なんかでもすごいなんか熱いね、なんかあの語ってしまいました、ね、メッセージというかね、あの話をして、うん、語ったけどね、ね、くださってましたけどもね、なんか、またね、本当に機会があったらこの熱いステージというのをですね、またモダンタイムスでやっていただけたらいいなと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いします。どうもはないけど、めちゃくちゃ熱い、うん、熱いですよね。ね、はい、はい、ということで、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。みちるんさとこのお二人でした。ありがとうございます。でもそれ以上は飲み込んでちゃう。
Thank you.